中心部の銀座通りとその周辺で8月18日、市民夏のにぎわいフェスタが開かれ、フリーマーケットや飲食ブースなどに多くの市民が訪れ、真夏のひとときを思い思いに楽しみました。津地方気象台によると、18日の伊賀市の最高気温は 35.8 度、日差しの強い真夏日の中、約5万人が足を運びました。おいたちゃん、いたちゃん、いたちゃん、オーケー。会場にはフリーマーケットなど約170店が軒を連ね、4カ所のステージではバンドライブやダンスパフォーマンスなどが行われました。